はい、茶臼岳をぐるっと、一周してきました。結構巻きできたんで、駐車場閉まるまでギリ下山できそうなので、茶臼岳これから登りたいと思います。Thank you.
茶臼岳の山頂に到着しました。よし、鳥よく打ってね。茶臼岳の山頂から、早速下山開始しました。山頂ちょっと風強かったんで、さっき南合山側に、分岐した峠の茶屋避難小屋のところに、戻るので、そのあたりで時間見ながら休憩したいと思います。はい、茶臼岳をね、ぐるっと一周する形で、峠の茶屋避難小屋まで戻ってきました。
無事、峠の茶屋登山口に戻ってきました。よいしょ。はい、というわけで、無事南ヶ瀬山茶臼岳下山してきました。今日はロープウェイ駐車場の封鎖時間のこともあったし、そもそもスタート時間が、午前10時を過ぎてたので、まあもしかするとどちらか一方しか登れないかもなーなんて思ってたんですけど、蓋を開けてみたら、2つとも登って、1時間時間が余ってます。秋口になって、気候がねかなり穏やかになったんで、多少オーバーペースでも足がついてくるというか、多分そんな感じになったんじゃないかなと思います。天気がねいまいちだったんですけど、とてもいい参考になりました。というわけでね、最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントしてくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。Ah.